この世界のタブーを語る星野ゆう子の闇の一人遊び。この番組は毎週一つずつテーマを決めて、私星野ゆう子が一人で好き勝手に喋り倒すという番組です。第十七回目の今日は2022年インプットするアウトプットするというテーマでお送りします。さて。 2021年も最後の放送ということでちょっと新年に向けててての話ななんかかをしてみようとと思っっいますえっと、今までの流れでいくと何かを勉強するとかね習うとか資格を取るみたいなのが結構当たり前というか成長するために当然するべきことみたいに捉えられてたように思うんですけれども私はね もうそれいいらないかなかっってて正直思ってるんですよ、ね、あのもうみんな十分勉強したし習ってきたよねってそれよりも2022年は自分の中にしかないものをねどんどん表現していくっていう誰もがねあの特別な人だけじゃなくて誰もがそうやって表現していくっていうそういう時代というかフェーズなんじゃないかなって思ってます。まあ、今日はそそそんな話ですでそもそもねそのみんな みんな生まれながらに自分の中にオリジナリティだったり生きる力みたいなものをみんな持って生まれてきてると思うんですよねでもそれをなんか勉強したり習ったり外側から何かを入れたり足したりしないと何者にもなれなくて生きていかれないっていう風に学校教育で長い時間かけて思い込まされてきてるんじゃないかなって思いますで学校教育で育てようとしているその何者かっていうのは 結局社会の歯車の一部として真面目に働く人たちなのでねもちろんこれまでのそういう高度成長期とかはねそういう人材が必要だったかもしれないけど今もうそういう時代じゃないじゃないですかそんなの機械だってね AI だっていくらでもいるしねあと、まあ、安い海外の労働力とかね、まあ、それ自体のよし悪しは別として、まあ、現実としてそうなってきてるじゃないですか。 で今はどんどんその新しい発想とか人と違うことをする人っていうのは求められているそういう時代ですよねそういう時代にまだその勉強しなきゃ学ばなきゃってやってると結局埋もれてしまうし何よより自分が楽しくなないと思うんんですよねなんか今の世の中の感覚だとその初めからねオリジナルで何かを発信している人っていうのはごく一部の限られたね特別な人 だけでね。それ以外の、まあ普通の私たちは勉強したり習ったりっていうことを十分にやった人が初めて、それを自分なりにアレンジして、外にアウトプットを発信していくみたいな、そんな感覚のように思うんですよね。その勉強ありきとか資格ありきとか、まあ、そんな感覚でも、その十分学んだから発信してくって、その十分っていつ来るのって話ですよね。きっといつまでたってもまだ。 足りない自分は足りてないと思ってというかもう思わされてねずっと勉強し続けるのかなって。でもあの私はねそうじゃなくて誰しもオリジナルのもの自分にしかないものっていうのをもう最初から持っててねその持って生まれたもの感性とか好みとかねそれにプラスして経験してきたものっていうのをもうその人のだけのものじゃないですか。そういうういのが合わさってもう あとはそれをただ表現するだけでものすごい価値が生まれると思ってるんですよね。ただみんなその表現しようと思わないし、自分なんか表現していいのかなって思っちゃってるし、表現の方法がわからないっていうだけなんだと思うんですよね。ねあのまあ私の経験の話をするとね、この前のあのバースデーライブでも言ったんですけど、まずねその42年間本当に表現とは無縁の人生だったんですよね。ずっとこう優等生でお勉強はできて。 で就職して転職してで結婚して子供産んでってなんかこう見事にレールの上を進んできましたっていう感じでねでもその子育てでずっと家にいるとかが私はちょっと無理だったので何か仕事したいって思った時にあの最初ね速読講師の資格を取って教室開いてみたりねいろいろやったわけですよセラピストの講座を受けてみたりねでもちろんそれ全部今役に立ってるので全然無駄ではなかったんですけどでもね全部それ勉強して資格を取って仕事をするっていう発想だった たんですよねでもそれ何やってても本当に自分のやりたいことじゃないなっていう感じででよくよく見つめてみたら本当にやりたいことは音楽だったのにそれは仕事にならないからってこう脇に置いといてでそれ以外のところでやりたいことないかなないかなって一生懸命探してたっていう感じなんですよね。ででそれにに気づいてててととかかくまあ音楽何かやっっみようってことで そこではまだこう習うっていう方法しか思いつかなかったのでね歌とか弾き語りっていうのを習い始めてみたら作曲できるんじゃないのやってみたらって言われてやってみたっていう流れですね。そしたらすごくやっぱり楽しくてねその自分の中から作品が生まれて世に出ていくというかね人に聞いてもらうっていうのが本当に楽しいし嬉しいってねことを知ったんですよね。 要は何が言いたいかというとその私自身がね表現者じゃない人生を40年以上もがっつりやってきたので表現しないい人の気持ちがすすごいわかるると思ってるんですよあの若い時からもし、ね、アーティストやってたらそれが当たり前だったと思うんですけど私はそうじゃないからねあ表現って特別な人がするものじゃなくてみんなやったらいいしでやったらすごい楽しいし本当の意味で人生の喜びを感じられる。 のになんか怖くてできなかったり、私なんかつまらないしみたいなね、まあだったらあの興味ないことにしとこうみたいな感じだったんですよね。私がね。でまあ私の場合はたまたま音楽だったけど何でもいいんですよ。絵だってね、踊りだって演劇だって、まあ、小説かもしれないし、何だって表現の仕方っていろいろあると思うんですよね。でしかも今はユーチューブだったりブログだったりね発信の仕方もいっぱいあるじゃないですか。 でそれをね収入に結びつけるとか誰かの役に立てるとかでもなくてただ自分の喜びのためにねまずやってみたらいいと私は思ってます。であの最初はね習うのももちろんいいと思うんですよねきっかけとしてね。 でもまあ私の場合は5年間音楽教室でこう生徒としてこう育ててもらいながらアーティスト活動をしててねで去年の初めにそこを卒業したんですよね。でこれがすごく大事な経験であのその時ね今のプロデューサーに生徒じゃなくてアーティストになれって言われてねああそうかと思って。 あのー、本当にその教室安心できる場所だったわけですよ絶対守ってもらえるしねで答えを教えてもらえるしね本当に怖くない安,安心安全な場所そこを卒業するっていうのは正直怖かったけれども,もうこれはもエイヤですよねあの、まあ、もちろんきちんとお話をして説明してねあの生徒っていう立場を卒業してアーティストとして あのやってみたいっていう話をして卒業したんですけど、まあ、そっからですよね。まあ、名前もねその時に星野優子に変えたんですけど、本当に私の中の私にしかない世界観っていうのを表現できるようになったのはね、本当に全然変わったと思います。あのもちろん今もね、あのやりたい表現をしていくために足りないスキルを単発で習ったりはしてるんですけれども、なんていうかその先生と生徒とかね、コーチングをする人と受ける人とか、なんとか塾の一員とかなんとかコースの の生徒とかなんかそういうなんとかっていうコミュニケーションの手法とかねなんかそういう枠組みっていうのが、まあ、もちろん悪いわけじゃないんだけどねあのそれはその人のやり方であそ,それをやってる人のやり方であってあのそれだとそっから出られないというかね参考にするのはもちろんいいんだけれどもやっぱり自分流が一番パワフルだと思うんですよなんかねあのそういうのを一度出てみるっていうのもね一つ本当に大きく変わる。 ポイントなんじゃなないかなって私は自分の経験からもそう思ってますなのでまあ最後まとめますとあのセミナー行ったりね本読んだりなんとか塾入ったりあのそういうなんかインプットをさんしてきた人もねあのとにかく一度どんな形でもいいので自分の中にあるものをアウトプットしてみる。その中で きっと、ね、自分が本当に表現したいこととかねやりたいこととかが見えてくるしそのために足りないスキルがあればそこを補えばいいしね、あのー、表現なんて私はいいやって思ってる方こそね5年前の私みたいに実はめっちゃ表現したかったんやみたいなこともあるかもしれないのでねぜひ2022年やってみてください。はい、でこっから先はちょっと宣伝っぽくなりますけれども。 まあ、そうは言ってもねもうどうやって表現していいかわからないなという方には、えー、まず月に1回無料で自分を表現するということを体験してみられるイベントがありますドン引き天国って言うんですけど、えー、Zoom で無料で参加できますのでねぜひ概要欄から見てみてくださいそして あの、本当におすすめなのがね、レガシーソングなんですよね。これはね、あの、自己表現してみたいけど、苦手だとかね。やり方がわからないって方に、本当にあの、喜んでいただいてます。 えっと、その方の人生をね全てもうくまなく2時間ぐらいかけてヒアリングさせていただいてそれをギュッと凝縮してね一曲の曲を作るっていうものなんですけれどもそのできた曲を自分でねステージで歌ったりとかミュージックビデオを作ったりとかでさらにそれをね同じような経験をされている方たちに届けるプロジェクトが今立ち上がったりとかね本当にいろんな形で発展しています。 これ本当にあなたの体験があればよくてあなたの声があればよくて体一つあればあなたさえいればできちゃうんで外から何も言える必要もないんだということをひしひしと感じていただけると思います。こちらも概要欄からリンク貼っておきますのでぜひ気になった方は見てみてください。えー、そして 年明け早々にはそんなレガシーソングの一曲を私がセルフカバーした本当にとっても素敵なミュージックビデオがリリースされる予定ですのでぜひチャンネル登録して楽しみにお待ちくださいねというわけで今年一年、えー、闇の一人遊びをお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの番組が、ね、きっかけになって初めてつながれた方がたくさんいらして本当に豊かな年になったなと思っていますこれもね私がこうやって自分の思いを表現してるからこそ 繋がれたわけなのでね表現するって本当にいいですよ豊かになりますコメントとかなかなか全部返せてなくて本当にごめんなさいでも本当に嬉しく読ませていただいてますのでぜひまたこれからもコメントしてください、えー、来週年明け1週目はこの番組はお休みさせていただきますので再来週またお会いしたいと思いますチャンネル登録と高評価の方もまたよろしくお願いします星野裕子でした 「闇の一人遊び」